にちは。張本勝と申します。中国の南京師範大学から参りました。そうですね、たくさんあると思います。愛知食堂大学で日本語を勉強することができて本当に良かったと思います。先生も学生もみんな優しいです。そしてたくさんの友達ができることができできたことだけではなくて、大学でもいろんなイベントがあって参加することができて、本当に貴重な経験になりました。特に日本語の、留学生別科では、みんなの日本語のレベルに応じて読解や視聴解、会話作文などさまざまな授業を行っています。その他にも書道や華道など伝統的な文化に触れることもできます。だから本当に良かったと思います。名古屋の生活はしやすいと思います。まず気候が良くて暑くも寒くもないと思います。そして名古屋の道もとても綺麗です。そして繁華街があって、その他にも、水族館や動物園などさまざまな施設があって、いろんなところに、遊びに行くことができます。そして名古屋市内の、バスや地下鉄なども発達してて、どこへでも早く行くことができます。その他に、鉄道や飛行機を通して近くの大阪や京都などの他の都市に行くことも便利です。とても生活しやすいと思います。愛知淑徳大学では誰でも自分の学びたいことが学べます。先生も学生もみんな優しい人です。そして、世界各国の、学生と一緒に勉強することもできます。だから一生忘れられない経験になると思います。ぜひ愛知淑徳大学へ来てください。